はい皆さんこんにちは池田です、えー、今日はですね、第3回公認審議試験の問いの59について解説したいと思います。この問題を解説する上でですね、えー、問題解く上で、先に押さえておいていただきたい部分があるので、そちらの方について解説させていただきます。えー、まず、要因計画ですね、えー。要因計画というのは、2つ以上の要因を組み合わせた計画のことを要因計画と言います。 で要因計画のキーワードとして、要因と水準というキーワードがありますけれども、えー、要因というのは、分散分析における独立変数の呼び方を要因と言います。一方、水準というのはですね、一要因における条件のことを水準と言いますね。例えば、性、え、格、ー、の要因があって、えー、水準としては内向,内向の水準と外向の水準とかですね、えー、そういう使い方ができますということですね。 であと押さえておいていただきたいのは、趣向果ですね、えー。その要因だけによる単独の効果を主効果と言いますよと。例えば、性格要因の効果、なんていう言い方をしますと。で主効果についてはねあの、グラフで見た方が分かりやすいかなと思いましたよね、えー、例をグラフで用意させていただきました。えー、例えばですけども、えー、主効果ありとなしとありますけども、 えー、従属変数が成績ですね。で、要因が正確要因。で、えー、水準が内向の水準と外向の水準とした場合に、この正確要因の内向水準と外向水準で成績に差がありますよね。この時に主効果あり。一方、差がない場合に主効果なしとなります。これが主効果です。で、続いて、交互作用ですね。 えー、2要因以上の実験計画や分散分析において、ある要因の効果が他の要因の水準によって異なること、これを交互作用があると、まあ、交互作用と、交互作用があるという言い方しますけども、でまあ、交互作用が優位であった場合は、単純主効果の検定を実施するということですね。単純主効果の検定というのは、要因 A の各水準ごとに要因 B の主効果を測定し、 また、要因 B の各水準ごとに要因 A の思考化を検定すること。これを単純思考化の検定と言います。なので、まあ、交互作用が優位であった場合は、単純思考下の検定を実施するという点を押さえておいていただければと思いますね。はい。で、思考化と交互作用について説明しましたけども、まあ、かなりわかりにくいと思うので、えー、表やグラフを使ってですね、より具体的に えー、イメージしやすいように、えー、解説をさせていただきたいと思います、えー。まずですね、交互作用なし、趣向下ありのパターンなんですけども、えー、と先に趣向下から言いますと、趣向下というのはですねあの、外側を見るんですね、ここの。ちょっと具体的に解説すると、まず、えー、性格要因と学習方法の要因がありますよね。で性格要因に 内水水準準とと外向水準があると学習方法要因にウェブ学習水準と従来学習水準があると。で、平均値を出すと。成績でも何でもいい成績の平均値にしましょうか。出すということですね。で、そうした場合に、えー、この水準ごとの平均っていうのを出すんですね。例えば、えー、学習方法の要因がウェブ学習水準の人、水準の場合ですね。 で、性格要因で内向水準の時の平均値が70点だったとの。外向の時は30点だとの。そしたらこの学習方法のウェブ学習の、えー、水準ごとの平均は、えー、70足す3 0る2で50ですよね。同じようにこの4つを求めるとですね。従来学習の、えー、平均は40点になると。60足す2 0る2で40点と。 で、同じように縦も見るんですね。性格要因の内向水準の場合は、えー、ウェブ学習70点、従来学習60点足して130点。それを2で割って65点。で、同じように外向の場合は25点と出ると。で、趣向下を見るときは、この外側を見るんですね。外側。具体的に言うと、この学習方法の趣向下を見る場合は、ここを見るんです。 で、40と5、まあ、50と40点で、まあ、差がほぼないということで、えー、差がないっていうことは主効果なしでしたよね。なので主効果はないということですね。で、続いて性格要因については、ここを見るんですよね。65と25で差がありますよね。差があるってことは主効果ありなんですね。なので、主効果に関して言うと、学習方法の主効果はなくて、 性格要因の主効果はあるということですね。で続いて、交互作用の話になるんですけども、交互作用のことを考えるときは、この中に入るんですね、内側。で、えー、学習方法と、えー、従来学習、えー、で内向と外向をそれぞれ点を打って、グラフを作るとこういうグラフになるんですね。青線がウェブ学習、えー、内向のときに70点。 外交の時に30点。で、オレンジが従来学習。ここですね。えー、内交の時に60点。外交の時に、えー、20点と。で、この2直線を見てほしいんですけども、これ平行ですよね。平行ってことは交互作用なしなんですね。ここに書いてますけど、交互作用がある場合は2直線は平行じゃないんですね。こう交わるような、えー、交差する形をとりますので、 えー、この場合、平行ですので、交互作用なしということで、えー、このデータからは交互作用なし、思考化は、えー、正確の思考化ありということが、えー、分かるということですねで。続いてのパターンですね。これも思考化を見るときは外側を見るんですね。例えば学習方法の思考化はここでしたよねで。差が大きいですよね。なので、学習方法の思考化はあり。 性格要因の思考化についてはこちらでしたよね。で、ほぼ同じで差はないと。よって性格要因の思考化はなしと。で、えー、交互作用は内側にを見ると。で、これをプロットしたものがこちらのグラフなんですけども、二直線はほぼ平行ですよね。なので交互作用なしと。まとめると交互作用なしで、思考化は学習方法の思考化のみ認められるということですね。 えー、続いてのパターンですね。こちらも学習方法については、外側を見ると、えー、差が大きいので、主効果ありと。性格については、えー、この外側を見ると、ほぼ同じなので、主効果はなしと。で、えー、交互作は内側を見ると、えー。それをグラフにすると、このような形になると、えー。平行ではないですよね。もうクロスするような形になっていますよね。ちょっと延長して考えていただけるたいんですけども、そうした場合、クロスしますんで。 この場合は交互作用はありですと。で、趣向下は学習方法の趣向果のみ認められるということですね。で、続いてのパターンなんですけども、学習方法の趣向果についてがここを見ますけども、ほぼ差がないので、趣効果なしと。で、性格要因の趣効果も、ここを見ますけども、ほぼ、えー、同じなので、趣効果なしと。で、えー、内側の4点をプロットしたグラフ。まあ、明らかに交差してますよね、こう。 えー、すなわちこういう場合は交互作用があると。平行で、二直線が平行でないので交互作用があると。なのでまとめると交互作用あり、思考化なしの、えー、パターンであることが考えられるということですね。でこれらの、えー、ことを踏まえた上で、えー、第三回公認心理試験の問いの59を見ていきたいと思います。 えー、石鹸の石鹸の香りが机を清潔に保とうとする行動に影響を与えるかについて実験を行ったと香りあり条件と香りなし条件を設けて机の上の消し屑を掃除する程度をしようとして検討したその結果全体的には香りあり条件と香りなし条件の差が検出されなかったが尺度で測定されたきれい好き特典が高い群は全体としてきれい好き特典が低い群よりもよく掃除をした。 さらに高い分で香りあり条件と香りなし条件の差は明瞭でなかったが、低い分では香りあり条件が香りなし条件よりも掃除をする傾向が顕著に観察されたと。この実験の結果の理解として正しいものを一つ選べ、え丸1、交互作用は見られなかった。丸2、実験要因の思考化は優位であった。え丸3、切れずき要因の思考化は優位でなかった。優位ではなかった。丸4、実験要因の思考化と交互作用が優位であった可能性が高い。 きれい好き要因の思考化と合法作用が優位であった可能性が高いということですね、えー。まずですね、この問題を解く上で、問題文から、えー、このことが分かるんですね、えー。問題文から分かることとして表にしましたけども、えー、こちらの問題文からですね、まず、えー、要因が何なのか、従属変数が何なのかという点なんですけども、まず要因はですね、石鹸の香り要因なんですね。 で、水準が香りありと香りなしの水準ですね。で、もう一個の要因が綺麗好き要因なんですね。綺麗好き要因で、綺麗好き特典が高い群、まあ、高群と低い群という水準が考えられると。で、重続変数は何かっていうと、えー、掃除をする傾向ですね。掃除をする傾向が従属変数になりますよということですね。で、さらにこの不統合がわかるんですよね。ちょっと一個一個見ていきますけども、 えー、ここですね、3行目。全体的には香りあり条件と香りなし条件の差が検出されなかったということで、えー、ここのことを言ってますね。全体的には香りあり、石鹸の香りあり条件と香りなし条件の差が検出されなかったということで、ここですね。で、続いて、えー 尺度で測定されたキレイきれい好き特典が高い群は全体としてキレイきれい好き特典が低い群よりもよく掃除をしたと。それがここのことを言ってるんですよね。全体としてキレイきれい好き特典が高い群はキレイきれい好き特典が低い群よりもよく掃除をしたということで。で、続いて、さらに高い群で顔やり条件と顔見出条件の差は明瞭でなかったと。 それはですね、ここですね、高い群、綺麗好き特典が高い群で、香りあり条件と香りなし条件の差は明瞭でなかったということですね。で、低い群では、香りあり条件、香りあり条件が香りなし条件よりも、掃除をする傾向が顕著に観察されたということで、きれい好き特典の低い群では、石鹸の香りあり群の方が水準の方が、な、え、し、ー、水準よりも、 えー、よく掃除をする傾向が見られたということが分かるということですね。まあ、なので、えー、実際の試験会場ではです、ね、問題文の予約なんかに、えー、これらを、ね、フリーハンドでバーっと書いていただけたらいいかなと思いますね、はいで。それぞれ主効果と交互作用を見ていきたいと思います。まず、石鹸の香り要因の主効果ですね。 石鹸の香り要因の趣向化というのは石鹸の香り要因の趣向化なんでここを見ますよね。そしたら石鹸の香りありとなしで、えー、ほぼ変わらないということが問題文からわかってと、えー。石鹸の香りありとなしで掃除する傾向はほぼ変わらないと。これは、えー、先ほど説明した通りここですね、趣向化なしなんで、えー 石鹸の代わり要因の思考化は思考化なしということですね。続いて、綺麗好き要因の思考化ですね。綺麗好き要因の思考化っていうのは、ここで見るんでしたよね。この場合は、きれい好き黄群の方が綺麗好き低群よりもよく掃除をする傾向が見られたということなんで、きれい好き要因で、黄群の方が低群よりも掃除をする傾向が高かったということで、 ここですね、趣向果ありになりますよね。ですので、綺麗い好き要因の趣向果はありということが分かると。で、最後ですね、えー、交互作用なんですけども、ここですね、内側を見ると。でね、内側をちょっとまあ具体的な数字も入れて考えてみたんですけども、だいたいこういうグラフになるかなと。き、えー、要因の、えー 主効果が、えー、差が差60と25でここですね、差があると。で、せっの香り要因の主効果はほぼ差がないと。ここですね、ほぼ差がないと。で、内側も、えー、切れず気候群でこの香り、石鹸の香りあり水準となし水準で差がほぼなくて、ここに大きな差があると。 ですよね、ここ、差がなくて差があると,ということで、だいたいこういうグラフ、こういう、えー、表が書けるかなと。そうした場合に、えー、それをグラフにするとこういう形になるということですね。で、これもね、見ていただいたら分かるように、もうグラフが交差する。まあ、ちょっと伸ばしていただければ、もう交差しますよね。平行ではないですよね。なので、えー、交互作用ありということになりますね。で、これらをね、 えー、これらが分かると、えー、選択肢を見ていく、えー、選択肢の整合は分かるということですね。丸1、交互作用は見られなかった。誤りですね。交互作用は、えー、見られましたので、丸1は誤りと。で丸2、実験要因の思考が優位であったとありますけども、えー、これだとですね、えー、こっちの方がいいかな。えー、と きれい好き要因の思考下は優位ですけども、思考下は見られますけども、こちらは思考下は見られないですよね、石鹸の香りの方は。えー、なので、きれい好き要因の思考下は見られるけども、えー、石鹸の香り要因の思考下は見られないために、丸にも誤りということですね。で丸3、きれい好き要因の思考下は優位でなかったとありますけども、きれい好き要因の思考下は優位ですよね、ここでもそうですし、こっちもそうですよね。 えなので、丸3、きれい好き要因の思考が優位ではなかったというのは誤りであることがわかる。で、丸4、実験要因の思考科と交互作用が優位であった可能性が高いということですけども、えー、交互作用が優位であったということですけども、実験要因の思考科、まあ、2番と重なりますけども、実験要因の思考科が優位だったのは、綺麗好き要因の部分だけですよね。石鹸の香り要因は思考かありとは言えないんで、えー、なので、えー マル4も誤りということですね。えー、実験要因の思考化と交互作用が優位であった可能性が高いとありますけれども、交互作用が優位であった可能性が高いんですけれども、えー、石鹸の香り要因の思考化は優位ではない、えー、ことが、えー、言えるんで、優位ではない可能性が高いと思われるので、マ、え、ル、ー、4も誤りということですね。マル5、きれい好き要因の思考化と交互作用が優位であった可能性が高いということですけれども、えー、その通りですね。 綺麗好き要因の主効果がまず認められるし、グラフが交差するところから交差用も認められると。えー、よってですね、丸、え、5、ー、が正しいということがわかるということですね。はい、えー。こちらの問題はですね、えっ、ー、と、まあ、ポイントとしては2つですね。1つは、主効果を、主効果のありなしを、えー、理解できているかどうかという点と、 もう一つが、えー、交互作用のありなしを理解できているかという点ですね。えー、こちらを、えー、見てる問題、問う問題ですね。で、まあね、非常にいい問題だと私は思っています。で、えー、事例問題の、えー、1問目ですね、問いの59なんで。で、事例問題と言いながら、 えー、まあこれは一般的な一般問題を事例問題に当てはめたような問題でありますね。なのでまあ、えー、まあ事例問題なんで3点ということで、えー、非常に得点も、えー、配点大きいですし一般問題の1点に比べてね3点なんで、えー、まぜ、あ、ひ取っていただきたい問題ですね。はい、えー では、えー、第3回公認心理試験の問いの59の解説についてはですね、これで終了とさせていただきます。えー、本日も動画をご覧いただきありがとうございました。